ですかっていうのネタをね、箇条書きで書いてくれてるやついるんですけど、今日はひどいですよ。みんなで花火しませんって書いてあるんですけど、なんかこう勧誘されてるんですよね。あ、これはもうどういうつもりなんだろうと思って、まあね、夜中とかにね、台本書いてるみたいなんで、花火したくなったのかなっていう話をさっきスタッフしてました。花火ね、本当でもしたいですね。皆さんもうされましたか？去年私は線香花火をね、こっそり、やりましたけどね、あれどこでやったんだっけな、花火が大丈夫な場所だったと思うんですけどね。いや今ね、本当に花火ができる場所ってないよねっていう話をしてたんですよ。小さい頃はマンションの駐車場とかでやったんですけど、今それもダメだし、公園でもダメでしょ。で土手とか、その絶対大丈夫そうだろうって思うんだけど、そういうところも結構禁止になっているところが多くなって、あと空き地もねないですし、なかなか入れるような空き地が、あと家のベランダでも特に集合住宅だとダメだったりしますよね。だからもう、こう家を持ってて、ちゃんとこうお庭があって、私有地を持ってる人がだけができるみたいな、高貴な遊びになってますよね、花火自体がね。だからもう花火場みたいなのをね作ったらいいんじゃないかと私は思うわけなんです。あと特に都会では街の中では花火ができる場所が喫煙所と同じぐらい、それよりも少ないので、火を扱える場所として花火場っていうのを作ったらすごく私はいいと思います。夏の間は特に流行ると思います。冬はね、冬はだからもう同じ火を扱う場所としてキャンプファイヤーとか焚き火っていうんですか、なんかこう家からこういらないものを持ってきてみんなで燃やせるみたいな。で見ていたい人はディレクターズチェアみたいなの持ってきて、ちょっとしたアウトドアな感じでこうずっと火をゆらゆら眺めてたりとか、あと家にあるお人形とかね、ちょっとこうお焚き上げしたいなっていう時にお焚き上げデーっていうのがあって、毎週冬に管理されてくれるみたいな。どうですかね、すごく私いいと思うんですけどね。聞くところによると、最近では YouTuber がキャンプファイヤーの様子をアップして、それが100万回再生されてたりとか、するらしくて、需要があるらしいんですね。その火を見るっていう、人間の本能、火に惹かれるっていう。だからまあ、私はこの花火場、かっ冬は、焚き火場、とても需要があると思います。お台場あたりにね、作ったらいいんじゃないかと思いますよ。ファイヤープレイス、お台場。ね、すごくいいと思います。